さあ今回はですね、タワーファクトリーという過去にね体験版を遊び倒したこう資源をね集めて、それをまあ自動化し集めて加工して、それを本拠地に持っていって、その資源で自分のね防衛網タワーを築いていく、自動化とタワーディフェンスが融合している、期待してたねタワーファクトリーがついにリリースされたんで、早速ねやっていこうかなと。で、体験版の時と違ってね、アップグレードがパッシブ、まあこれが基本的な強化ね。で、ティアっていうのが多分建物とかのティアですね。より上なほど強いと思うんですけど、ティア2、まあ今後ですけどね、アップデートで増えるティア3とついていくわけです。で、ティア2には基本建物が全て入ってるみたいで、お金20、バカ高いですけど、まだ何にもないんでね、弱いと思うんですが、いきなりいっちゃいましょう。チュートリアルはね、以前、体験版が日本語に対応した時にね、やってるんで、クリアできるか分かんないけど、ちょっといきます。最初からやんのね、もう相当久々よ。何かしら強化ついてたんでね、パッシブがないとね、最初資源すら持ってないんで、パッシブつければ最初から資源とかも取れますね。で、ゲームポーズがないからな、基本的にリアルタイムで進むんですけど、まずやるべきは、木と石を取ることですね。これ。これ自動化していくことが重要です。まず取りますね。これでこいつがね、木を取ってくれますと。で、まあ、ティア1ここ。木を取る、石を取る。木を加工する、石を加工する。加工も2種類ずつありますね。でタワーはもうこれしかないんで、どこまで耐えれるか。でティア2ね、めっちゃあります。これ全部一気に増えるのかな？さっき20コインのやつで。で、石か。石も取りますよと。で、各資源はね、いっぱいあるんですけど、線とかいっぱいあるんですけど、ちゃんと自動化すればね、そんなの一瞬で流れますから。で、木を取ってね、加工もしないけど、スタートの資源が少なすぎますね。まあでも、1からやっていくの全然ありですね。おっと、ちょっとこう、ずれてるか。で、敵がね、残り3分45秒でウェーブが入るんですけど、この間も敵が来ないわけじゃなくて、まあ1、2分したら来るかな。それ、まあ、一応2個あるんですけど、ここに置いとかないとね、守れないんで。で、そう、タワーディフェンス部分はね、このルートを攻めてくる。よくある古典的な感じで、そこはね、まあ、楽というか。いかに、自動化で取れるかですね。資源を。でタワー上限がね、20、左下20になってるんですけど、これもパッシブで増えていくので、まあ、より強いタワーをいっぱい置いていけば、当然長く守れるわけで。で、1時間とか。昔そんだけ守ったかな。相当長く守ることができますが、ただこのゲームはね、敵の本拠地を潰すのがメインの目標なので、この道上に松明を置いて進めていって、で最後にある敵の本拠地を潰すっていうのが目標だね。ただ守るだけじゃなくて、攻めるためにやっていくと。で次、加工が必要かな。まだ来んかな。加工場も別でね、用意する方が当然いいわけです。加工に関してもね、ちゃんとした効率の量決まってるんですけど、今はですね、とりあえず完成させます。で、今置けるタワーがですね、こちらバリスタ。板20ですので、この板の方でいいですね。トゲみたいなやつはね、トゲトゲタワーとか、カタパルトとか、また違うもので使います。で、コンクデシ2個を入れた方がね、そのフル稼働するんですよね。まあ、一旦2個にしようかな。だからこのちょっと、しょぼしょぼキャノンも増やしますか。敵来てますね。まあ、1個置けば大丈夫と思います。だから置かないとね、さすがにきついんでね。でさっき見てないですが、間違えてます。こうね。いや、この時間もこのゲーム致命的ですから、リアルタイムなんでね。ちなみにバリスタ置きたいんですけど、敵倒すとね、エッセンスかな？ゲットできるんで、それを使って広げていきます。が、まあまあ、いやでもちょっとしょぼしょぼタワー作るか。バリスタ前にね。バリスタかこれしか置けないんでね。で、このタワーには、
ただ体力、生身の敵には普通ダメージ、盾持ってたりする敵にはこれ半分のダメージ、あとまあターゲットの優先度も変えれますけど、後半どうしめられるん で敵の補給所に向けて進んでいかないといけないんですが、ちょっと1個いきますね、こっちかな、まあ、全然これも上位のやつがあるんで、ビーコンっていう、それがないとね、なかなかね。で、石はね、これ2個入れちゃっていいです、ちなみに。今入れちゃってないですけど。ここかな。ダイレクトイン。2番と1変えよう。配置もね、ちょっと自分で変えた方がいいですね。2の方が、ありがたいかな。で、1個のやつを分割するっていうのは、例えば加工の時とかに使いますね。一旦例えば4個の伐採のやつを1本のところに集めて、それを分割して2個のやつにしてやるみたいな。今とか多分分割した方がいいと思うんですけど、ここでね。ただ、まだ早いかな。3個置いて2個とかにするのかな。バリスタいきます。当たんないか。石が当たんない。増やしましたが。バリスタね、2日目絶対いるんで、まあここでいいかな。広く守れますし。一応ターゲット優先としては盾の高い敵から狙いたいなと。で、石加工する価値が今ないんで、これも爆速で石いってもいいですね。まあ、木いってもいいですけど、まあ、詰まらなければね、いくら入れてもいいはいいんで。で、ティア2のとこにね、高速なベルトコンベあるんじゃないかなっていう期待してて、遅いんですよ、これ。遅いから、乗る容量決まってるんですね。どうかな、こことかでいいんじゃない、まあ、こっちもいいか。そう、よく見えないブラックボックス化しましたけど。まあ今はね、割り下しかないですから、そんなにね頑張っても、まず広げたいね。広げてみて、あ、ここ置けるね。できる限り先に、あー、まあまあ、そこじゃバリスタ置こうか。足りないか。石ね。石もっと取りましょう。加工しなくていいんでね、気は楽ですけど。ここでもいいか。よしよし。まあ、どこまでいけるかです。この何もないね、何のバフもない状況で。石子でかなり減ると思うんで、ここから行ってもいいですかね。石をとにかく取りましょう、入れましょうと。バリスタまだ結構置けるから、加工量増やしてもいいね。まあ、2ちょっと21でいいか。21加工増やしますか。で、大砲とか範囲攻撃ないんでね、どうかな。まあ、これも死に切らないんでね。じゃあアーマーの敵狙いしますけど、このしょぼしょぼ大砲も必要です。まあ、スペース的にね、置く場所もしっかり作って、で、木がねそんな多く入れてないからね、すごいペースで増えないですね。石がなんなら多すぎるかもしれない、ね、まあ、でもそれは木を増やせば解決する想定的な話なんで、ここで木を加工しますか。ここね。あんまないかなって思う。まあ、これ広げていくんでね。例えば、こっちが広げるのってルート上あり得るんで、ここら辺もうちょっとは見る。まあ、でもあんまりやらんかな。こっちが行くよりは、やるかなくらいの。で、こっちと、こっちやれば、多少はね。こうとか。ちょっとグネってなるけど、こうで入ってますね。よし、 OK、 加工2個目ができました。まあこの感じね。あとは広げていくだけです。まあまず先を見ましょうか。あ、ここバフ来ましたね。攻撃速度アップ、まずこれいきたいな。
木か。木に関してはですね、まあ、こっち加工とかも使ってるんで、やるんであれば、まあ、この辺、まだいっぱいあるな。で、木は結構ね、取るペース早いんで、そうか、別にあれか、うまくやるやつがないか、2つありますけどね。どっかね、この辺入れてもいいかな。まだ余裕ありますもんね。まあ、こっちもね入れなくはないですけど、あんまない。まあ、ここかな。あ、来てます来てます。行っちゃいますか。ここどうだろう、ちょっと外れるんでね、正解かちょっとわからないところで、こっち側行きます。だ、ここ、あ、で資源、あー、ちょっと届かない。これ資源入ってるんだけど、そのためだけに1個使うのどうなんだろうね。で、守れていますね。今タワー半分いってます。まあ、売ることはできるんで、この、さえ、ここね、二つとか売って前に、配置し直すとかはできるから、全然いいんですけど。これ、はぁ、はい、こっち入ってるか。攻撃が、5秒に1回と 3.5 秒に1回なんで、うまく入るならこっちの方が当然いいわけだね。やっぱ木材1個いけるよな。ちょうどすごい変な道を使わないと入らなさそう。ここかな。いや、これさ全然入ってなくない。まあでも、うん、まあまあいいか、どうせいっぱい置くし、こう1万個はないかなと思ってます。それでもまずまっすぐ広げていきますね。石も木もいい感じ、全体的にあります。ただでも、羽毛の衆がね、来てますから。最終防衛ライン。あと5個か。まあ、いけてます、いけてます。こいつもね、生身なら普通にいてますからね。ただあまり時間をかけてはいけない。進めば進むほど敵は強くなる、当然ですけど。お、来た。こんな感じ。まあでもこれね、ほぼ使えない、後半の資源だ。いらんちゃいらんか。石今は足りてるけど、あのペースでいったら全然足りないですね。だ、ちょっと減ってきたか、さすがに。こういってさ、こうとか、一瞬ちょっと別から取る理由はないんですけど、まあ綺麗かなっていうところね。木材がね足りないんですよね。詰まりそう。ここちょっとね、あんまいいスペースがないんですけど、もうやるか。ここ入るん。だいぶ無理くりですが、よし、これがうちの加工をしないからね、こうなってますけど、する理由がないんですから。お、射程ね、いいんじゃないですか。どんなも広がる。おお、いいね、広いね。いよいよ、ゲット。あー、まあ、あ、でゴールです。ここに2個持ってくる。お、お金、あ、ナイスナイスナイス。で、ここに入れるものをね、ゲットしないといけないです。それがまた次の戦い。
これでですね、ここはまあルートですね。違う方に進むと、まあここ行ってみる、ちょっとじゃあ。あったあったあった、これ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 、よし、これ2個集めるだけですね。ちょっと爆速でいっちゃいますか。1個目だと相当簡単なのかもね。それで言うとスーパーイージーですよ。あとどこにあるかね。エッセンスもちょっともう足んなくなっちゃったんで、資源はありますけど、あと1タワーか。そしてここでよく、まあここでいいかな。いや、あんま道ないな。ここだな。で、後半のこの2つ打って、バリスタ置くっていうのでいいかな。まあ、バリスタの方が雑魚に強いかって、そうでもないと思うんですけど。もうどっちもどっちかな。エッセンス足んない。いや、これさ、うまく見つけないとね。こっちあったってことは、右でしょ。こっちよ。まあ、全然。ヒントもないか。影がうっすらでも見えれば、そこでいけるけど。エッセンス待ちだね。耐えないといけない。盾は剥がしてるかな。てか、これ盾なんてないかな。あ、あるある。剥がしてるね。こう前にスライドさせるか、とりあえず。まあ、ここでも盾もなくなってます。こうとか。どうかな。あんま意味はないかもしれない。右側かなっていう。わかんない。こっちかもしれないし。そんなにマッパ広くないから、もう右上かもしれないね。ここはいいけど、ウェーブがきついかな。いや、ここも言うてきついね。この防御力では。見えないな。こっちかな。もう一個踏み込むべきか。エッセンスの量がね、敵倒しかないから、心配であります。マックスですし、配置の、あるな、配置。でもこれ以上ないよね。これを前に持っていくくらいか。まあそうね。いや、まあここまでいいや。いや、ここラストよ。いや、これでないか。いや、こっちかな。駒上行く。この行こうかな。もう今資源はね、もうオール余り状態なんで、あ、もうめっちゃ詰まってます。やっぱ詰まるよね。そうね、いや、分かってますよ。これは入りすぎだもんね。まあ木がやっぱ4は多いか。いや、このウェーブ耐えれると思わないんだよね。ああ、あれ、はしきちゃった。やっぱ上だな。まあ、量一斉に来てるだけで、敵の種類じゃ増えてないね。ここはもう発見ゲーです。今まで出てきた資源と防衛網でしっかり守って。やばい、見つかんない。え、一個じゃないよね。そうね。いや、ちょっと来てんな。やばい、まずい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 。運の問題になってくる。こうなってくると、やばいやばい。倒せるかな。それ倒せるか、ギリギリ。まあ、入ってもそのくらいで大丈夫か。いや、微妙微妙微妙。そうあったら見つかってそうだけどな。あ、1体入っちゃうね。1体で済むか。1体で済みそうか。よし、現状ですね。
ここ橋で、ここまで来ました。ここなかったです。右かもしれない。ここにある可能性もなくはないか。ここね。まあ、そんな強くなるわけじゃないしな。まあ、日中もしっかり倒してね。アーマーの敵を削っていく。どうするかだよ。あ、ここも詰まってんだ。この先で詰まってるか。あ、ぽいっす。まあ、資源、まあ、いくらでもあるんで。どこかよ。エッセンスの会社そんなに、そんなにちょっと高速じゃないですから。ここにあった。こっちから行く。こっちの可能性。ここ薄そうよね。あるのかな。なくはない。こっちの可能性かな。これ潰せないね、別に。ソウルが回収できればいいんですけど、エッセンスが。いやー、こっちかな。ノーヒントよね。行ってみるしかないもん。近さではあんまないもんね、別に。ここだ。見えないな。何にも見えない。やばい。やばいやばいやばい。終わる終わる終わる。見つかんないで負けるんだけど。くそ。準備はね、早くできてんのに。防衛網の強化もできないから。あ、終わった。これは無理だ。防衛網の限界です、これは。もうちょい、まあ、バリスタに変えることはできたでしょうけど、バリスタだからザコ倒せるかってそうでもないと思うんでね。くぅ。最後教えてほしいですよね、出ましょう。この敗北納得いかないな。ちょっとね、もうコインゲットしたんでアップグレーしますけど、足んないでしょう。ここでエッセンス量増えますとか、初期資源増えますとか。いや、タワーですね。カタパルト。作れるよね、作れますね。ちょっと木がより大変になりますけど。でも敵を遅くするとか気になるよな。強い。大変だね。飛行する敵に石を打つ。今でもいなかったよね、別に。まずカタパー行って、ビーコン。これ超高いんですけど、爆発的な範囲広げれます。光の打つも。資源燃やしてライトエッセンス。あ、まあ、それあればいけた気がするな。光の像の視界が広がる。クリックで最初の効率ね。最大タワーするか。いやー、どうしようかな。あと3ですね。言うてく大変なんだよな。カタパルトくらいが楽で、カタパルトだったらいけると思うんだよね。エッセンス量いくか。リベンジか。クリアで10ね。いや、今のは正直さ、やってたと思うんだよ、ちゃんと。あれ以上はもうタワー的になかったと思うんだよね。塔の問題よ、今のは。発見の問題ですね。ちょっと先に木だけ。30ぐらいでいけるのかな？よし。で、多分タワー入ってないんじゃないの？ですよね。これ入れときます。ここね、調整していって。石5個取って、石の最終ね。今回石の加工はまだ必要ないんで。さあ、カタパルト、新兵器。さっき負けたのは兵器のせいだと。そう思ってます。できるだけまっすぐの道を作りたいね。で、木はね、やっぱ3個入れると詰まりますね。それ以上は無理です。生の木はね。まあ、この感覚的にそうだね。1、2、3みたいな感じになるんで。石は、まあ、石は4いけるかな。まあ、いったとて。で、木の加工どこでしようかもで激せますね。
石もいるか。石めっちゃいりますね。ちょっと一旦入れとく。いや、まあ待つか。で、あと木ね。木は簡単ですから。コンビは含めてちょっとやっといて。あ、でもこれ1、1、1、こうね。で、カタパルト行こうとすると木の違う方もいるんで、あっちはまたね生産の仕方が変わりますが、ここで木3個入れちゃうか。まずそれいいかな、手っ取り早く。よし、OK ね。まあ2でもいい、別に。次石行こう。石山、ここ同じとこでいいかな。そう簡単になくならないんで。よし、OK。で、これ、これは待ってますけど。別に捨ててるわけじゃないですね、資源的に。で、まあ、とりあえずこれだけじゃ心もとないんでね、回復もできないし。だからここの道いいね。こうトゲあるとね最高だね。すごいリッチ、高リッチですけど。まずまあ1個置いとけ、 OK で、バリスタがまあ中盤目で、カタパルトはまあできる限り前に置きたいかな。群れをねまとめて一掃できるんで。で、ここでトゲ作る全然気がない。こっちで作るか。こっちで作って運んでいこう。でも、もう一個だけ置いとこうかな。な、手堅くね。で、これでいって、で、トゲに関しては大量に作れますけど、どっちがいる？トゲじゃない、木の板の方か。じゃあ、トゲは最低限で作ろう。最初はね。あ、こうでいけます。別に。で、入れさせてもらって、ちょっと待たないといけないね。自分で掘った方が早いかな。まあまあ。結局ね、取りますけど。木3箇所行っちゃうか。あ、ここはもうこれでいいわ。これ以上はだってそもそも入らないと思うんで。これでそこでつまんなければ多分ほぼ予定通りの入り方ですか。あと1個いけるかなくらいですね。で、ここはトゲにしておきます。消費量がね変わるんでね。だ、2個取って分配して3個とか、そんな感じ。違うか、2個、3個いて2個か。3個、2個でいけるんで、増やせばよりよくいけるでしょうか。エッセンス、やば、入っちゃう。足んなかったか、さっきそんな置いてたっけ。あれ、バリスタ置いてたか。せやばいやばいやばい。ちょっと先をね見据えてるがゆえに短期的にちょっと弱まってます。先見すぎましたね今ね。まあ食らっちゃいましたがね、完成すれば大丈夫なんで。でもエッセンス多めだよね、すでに結構溜まってます。で、どうすっかだよね。2個やって1個分割しちゃったら意味ないしな。あ、でも1個できるはできるか。あんま遠くから運びたくないな。こうか。分割はできなくなったね。こうすると微妙。もう1個入れちゃった方が、こっちはね、今詰まってないんで、これ多分詰まると思います。
いいスペースないな。まあ、ここだね。ちょっと食らってしまったんで、守備的に。で、ここ石3つ行ってもいいね。カタパルト使うんで。石多め。なんならまだいけそうだけど、まあちょっと石多すぎて詰まってもしょうがないんでね。まあここ3連しかないから、こっちが近すぎるかな。木がちょっと近いんで、そもそもしょうがないとかあるんですけど。片っ、あ、ほう、詰まってます。分かっていますよ。想定通りよ。家にこもってます。3個取って2個の方がいいんですけど。まあできなくはないか。間違えた。回転。分配初使いね。で、これで今はですね、ちょっと木の板行こうかな。こっち木の板になってます。あともう一個入れちゃえると思うんですけどね。よし、来た。タレ。ここで石使うからね、ちょっと石取りますか、手動で。よし、1個目置けます、カタパルト。石があれば。いきますか、カタパルト。いきますか、カタパルト。これは、まあ、鎧に弱いんで、まあ、1個ね、前にバリサム必要ですけども。どんぐりコーンも置いとくか、どんぐりコーンもね。ここだよな、でも。こうぐるーって回るから、ここが一番いいよね。ここで多くの群れをね、倒せますと。狙いに多くの群れなんてないよね。前方に敵がいるはずだという、まあこっち側じゃないね、それは。でバリスタでこいつ削る。バリスタも前に必要でありますね。これ前に必要。まあ5といっちゃってもいいですけど、アーマーにはこれね効かないんで。もう一個行くとちょっと微妙かな。多いかな。ここ詰まらしたくないんだよ。ペース的にいけそうな気。まあ、こっち行くか、それか。ちょうど詰まんなそうね、ギリギリ。まだありますね。一旦こっちを変えます。ここ流動的に切り替えれるんで。こっちの木をもっと切って、あ、いいね、いいね。遠くから木とか運んできて、分配すればできるから、木を消さないといけない。木を消す時代に入ってます。早めにもう一カタパルト行って、攻め込もう。しょぼしょぼいっぱい増やしていいや。あ、なくなった。あ、なくなった。よし、なくなったね。例えば、まあ、詰まっちゃいますけど、こっちから運ぶとかできるんで、そもそも、ここが邪魔だな、そうなると。まあ、めっちゃある。こうとかにしてさ、こういって、こうするか。これちょっと別で使います、これ。よし、いいね。前進めないと。よしよしよし。お、赤いの来た。あれ強く攻撃力アップです。ちょ、まだ後でだね。これで群れを潰せます、さっきよりね。で、バリスタ前に置かないといけないんで、そういうのも考えつつ。今はですね、今度つ、あ、これちょうどつまんないんじゃない、ほら。整然と並んでます。OK ね。
ギリ入れる程度で、ここから入るようにして、ちょっと無茶を言ってます。今無茶言わせてもらってますけど、ここで合流すればいいか。狭いんでもうちょっとね動かしたいけど、木がここら辺減ってこっち側広げて木を見つけないとできないかな。これダブルキーシステム。これ木の板と別々でやって、どっちかが余っても全然いいんで、まず爆発的に作りましょうと。資源減ってきたらね、拠点それこそ後方にスライドしていかないといけないんで、より長い戦いでは当然それが求められてきます。木足んないんだね。木か、木入れればしないんだよな。ここ1本でも行っていいものか。バランスが崩壊するんではないか。置いてみるか。ナイス、まあナイス。ここは間違いなく当たるんで置いて、バリスタもっとまあ先見て先に置いちゃいます。アーマー剥がすよね。それ以外の目的はあんまないから大丈夫そうかな。ラインまできて、ああなくなりましたね、木がね。これが問題ね。今うちのこの生産施設は後方に木があるか、それをまず発見しに行かないといけない。お、発見したね。お金ゲット。でバリスタちょっと足んないですね。全部足りない。バリスタ置く場所が決まりました。これでも前線からね、前狙いかな、後方狙いでもいいかな。後方の方が敵いない、基本。最も城に近い敵ね。この2つはそこでいいんじゃないかな。か、体力。体力高いとこには群れがいるだろうっていう読みね。とかもできますね。バリスタ、アーマーね。アーマー削りバリスタ。アーマー削りバリスタを3個くらい置けばいけるんじゃないかなと。あれ、板が足んないか。板足んない、板作ろうじゃん。いけますか。ちょっと不安だね。よし、まあいけますか。まあ、一旦水を置くことはできますから。まあ、売ってやんないといけない。ちょっと前線が強くならないと、それは成立しないですけど。木なくなったね。一旦最大化しました。あーまあバリスタ、バリスタ、バリスタ行かないと倒せない。まあ、結局また木の板。もっとバリスタでこいつを削らないとダメージが入らないですね、やっぱね。それはまあ計算通りと言いますか、想定通りと言いますか。あとやっぱり一つね、あと一つやります。そこで広げる、あんま広げらんないからちびちびしとってますけど、さっきの名前避けたいよね。あと一歩いるな。
だいぶ削れていますけど、雑魚は来づらいかな。まあ、全て上げていきたいね。まあ、あいつ一応一番前になってますから倒せますし、加工機能増やしてもいいかもね。機能増やすというか、そもそもでは資源足んなくなりそうですけど、こっちに木があればな、作れるんだけど、つまこっち側か。まあ、原木だいぶありますからね、多少減らしても問題ないんですが、一個ずつ減らして、バリスタ増やして4バリでいこう。これ以上はちょっと厳しい。はなかなかないもんだね、やっぱね。おいいね、ここ、とりあえずここね、ここで潰す敵を。OK、だいぶ減ってる、だいぶ減ってる。ただ、これ今限定なんでね。押せないか。そんな近くあんのかな敵間抜けすぎやな、としたら。これを破壊するやつがこの近くにあったら間抜けすぎるよね。石がやばいな。当てず、ちょっと、ああ、石なくなってる。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って。高速で考えないと。ここか、とりあえず。いける？いけるね。で、ここさ、一旦消しちゃおうか。ここ加工の場にできるくない？よし、雑魚どもそこに封じ込めろ。石もう一箇所、もう一個はこれ作りたい。いやでもいけるか、いけるな。作んなくてもいけるよね。これ何ってか、何これ、鉄かな。ここ木の加工できます。まあ石でもいいか。石行こうか。木が減ったもいけるかなってとこで、でこれはちょっとも入れすぎか。木の加工馬じゃなくなりましたね。あ、やばいやばい、来てる来てる。ここよ。いやー、これで見つかんないんだもんな。適当に進めまくったらないかなっていう。うわー、全然ない。2個だよね2個だよね。全然見つかんないけど、そのたった2個が見つかんないよ。ここはバリスタダメだな。必要っすね。快適狙いで、あー木がなくなった。いやまずいまずい、ここの木なくなったらまずいって。その生産体系が崩れちゃう。あー、これ持っていけないかな。ちょ待って待って待って、やばいやばいやばい、まずいよ。大騒動大騒動、届かんよね。まあ、2本か。別から持ってこよう。ここかな。いや、ね、分かってますよ。分かってこうなってますから。こ
これさ、じゃあこっちもだよね。多分もうじきでしょ。調整するか。まだまだあるっちゃあるな。分散が効いてますね。うん、まだあります。ちょっとなくなっていってますけど。よし。石ちょっと、そう、詰まるよね。そうね。木あるからちょっと減らします。全然見つかんないな、にしても。あった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 。あと一個、あと一個、あと一個。あ、こう、向き違う。こう。まあ、なくても、まあ、守れてはいるから。あ、早いやついたね、今ね。やばいかな、それは。バリサって足んないんだ。いやー、もうきついな。ちょっと、進めよう。食らうわ、これ。守りきれないね。こっちあったとか、こっちよ。あったあったあった。よし。さあ。まあ、食らっちゃうんで、ゴールしちゃいます。守備こんな感じね。まあ、カタパルトでもう前線固めて、まあ、これが一番楽かなと。ゴー。いやー、まあこれ2本どんどん増えていくと思いますね。昔の体験の時3本だったんで、まあその分先のステージがあるからっていうことだと思うんですけど、いやー、いけましたね。カタパルトのおかげで1ウェーブかな、ちょっと長めに戦えたので、その間に探すことができた。まあもちろんこのエッセンスが増えてるのも大きいですけど、これ15コイン何開けていくのか次回ですね。いやー、ついにリリースされましたタワーファクトリー。今のところ評価も高くて、まあもともと体験版でね、完成度の高さがね、評判読んでたゲームですけど、当然そのまま来てますから。で、まあ、ちょっと前にね、日本語にも、体験版から対応して、もうこれはね、どんどん進めていこう。まあ、全アンロック、いきたいですね。ちょっといろいろ今ね、やりたいゲームが多すぎて、で、毎日毎日何やってもね、どんどんゲームが溜まっていくんですけど、これちょっとコンスタントに、やっていきたいな。